ゆるりしていこうと思います。あ、今の時期公園でまったりってなんか凍え死にそうやけど。まったりできんかもしれんけど。へへ、死ぬよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。はいはい。何、まだ子供？みゆが一人前に成長しました。みゆちゃん、この子の成長のために旅に出すか。入る場所はないので最初に一人暮らしさせようと思います。前回と違うよね。どちらがこの子のためになるでしょうか。なんか前回保留になったこと。でも、ワーマンション、はい、誰かが引っ越す、保留で大丈夫？何もない？はい、それじゃあハートはないでしょうか。遊びたい人がめちゃくちゃいっぱいいるな。やっぱあれ？この間久々に起動したけん？その間にもなんか人間関係変わっとったりせんかな。てっちゃん、入ります。あゆなのそっくりさんでしたっけ？そうです。なんかみんなに忘れられとるかな、やっぱり。もかさんとデートしたいのですが、お、いいやん、いいやん。お久しぶりに。遊園地、公園でまったりしといで。いいですね。遊びしていこうと思います。あ、今の時期公園でまったりってなんか凍え死にそうやけど。まったりできんかもしれんけど。でもいいですねって言ったけん言ったんやな。へへ、死ぬよ。え、大丈夫？まったりできてる？めちゃくちゃ雪積もってますけど。え、びっくりするぐらいなんか雪の上に寝そべっとんやけど。やんちゃすぎん？大丈夫？ちょっとびっくりした。はい、それじゃあ、あ、怒ってる。どうしたの？誰と喧嘩したんだ？もう。教えて教えて。喧嘩しました。うんうん。腹立たします。まあ仲直りしてくださいまし。じゃあこのイライラを沈めてください。大好物を与えますか。ゼリー。ゼリーゼリーゼリー、これやな。どうぞ。いただきます。うまーい。や、久々の。なんで水泳帽かぶっとんやろ。まあ、私が渡したんだろうけども。かぶるものが欲しいとか言われたんかな。うまーい。帰っておいで。めっちゃ飛び立ってった宇宙に。苦手なもの、超苦手なもの、まだ全く出てないんやね。気分が落ち着きました。うんうん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと仲直りして。この風景の一部にドアが混ざっとるときね、絶対わからんよね。どこを開けたらいいとか、外からわかるかもしれんけど。絶対中から開けれんやん。うまくいきました。ありがとうございます。うんうん。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。火曜日って、まだ本調子じゃないです。火曜日。でもあれやん、水曜日になったらまたなんかちょっとだるくなるわけやん。週の半ばというか。もういつでも本調子じゃないんよね。大体は。お、リミちゃんめっちゃ怒ってる。ここも喧嘩かい？燃えるまでは言ってないけん大丈夫そう。もう。と喧嘩しました。うんうん。腹立たします。仲直りをしてくださいまし。じゃあ、このイライラも沈めてください。おー、大好物も苦手も両方何も出てないな。こんにゃくとかどうですか？いただきます。こんにゃく。私こんにゃく好きやけどね。
あの、おでんとかでも絶対取る。まあまあ美味しかった。まあまあじゃな。え、でもお腹がいっぱいになっている。え、こんにゃくでお腹いっぱいになった？それともなんか先に何か食べとった？それじゃあね、あ、違うわ。それじゃあ、ブランコで風になろうか。ちょっと天井から見つけてみます。うんうん。待って、すごく下手くそになっている。あ、これで押せてる？あ、よかったよかった。押せよる押せよる。めっちゃくちゃ下手くそになっとってびっくりした今。どう？いい感じ？楽しい？目の前の棚にぶつからんといてよ。上に乗っとる瓶とか押してきたら大変なことになりそうやけん。あ、今風になった気分です。風になった。爽やかな気分になれたか？落ち着きました。うんうん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。あれ、リムちゃんって恋人おらんかったっけ？あれ、なんかおったような気がしたんやけど、気のせいかな。別れた？ん？リムちゃんっておったよね、相手。確か。誰かは覚えれていないけれども。この間はごめんなさい。許しません。早い。返しが早いよ。なんでだよ。許してあげてよ。そんなに怒ってるの？ダメでした。そうか、せっかく風になったのに。あ、落ち込んでしまった。人生、そううまくいかないものですね。まあまあ、そのうち仲直りできるよ。うん。きっとできるよ。リンちゃんって、結婚までしてなかったっけ？あれしてなかったんかな？記憶がごっちゃになっているな。いったくん呼んだりしてない？してないね。よし、じゃあほのかちゃん、入ります。私と遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。あ、そっか、オレンジは遊びたいじゃなくて人間関係のことか。今更ながら。緑が遊びたいか。あ、もうなんかそういうね、マークまでよくわからんくなってきとる。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。よし。わあ、めっちゃ久々。ほ。は。よし。オッケー、オッケー。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お、お宝、ああ、ダイヤモンドがあった。花束をもらいました。ありがとう。花束やったやんって思ったらダイヤの方が良かったな。人生、無駄なことなんてないですよ。うんうん。何でも経験になるね。はい、そして、よやかちゃん、入ります。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？アメニティ？答えは、ホテルアメニティでした。あ、よかった。一瞬ちょっとお茶漬けかもとか思ったけど。超アップクイズ、第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？ブロッコリー。え、アボカド？ブロッコリー。答えは、ブロッコリーでした。アボカドってどんなんやったっけ？超アップクイズ、最終問題。最終問題。でで。これは何でしょう？ね、どういう部分？サンマの塩焼き。答えは、ああ。サンマの塩焼きでした。なんとなく他の二つはこんな色味にはならないのではないかという消去法で。よかったよかった。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃ、一番小さいので。お宝、懐中時計をもらいました。これはどうなんやろ？ガラスの靴の方がいいんかな？個人的には懐中時計でもいい気がするけど。懐中時計可愛いよね、めっちゃ。強いリーダーに憧れます。強いリーダー。なれるのかしら、ややかちゃん。どういう性格かよくわからないけど。
はい、ご飯どうぞ。いただきます。出すか。まあまあ美味しかった。あ、よかったよかった。白ご飯オンリーで。あ、待って待って。はい、それじゃあ、ちょっとそろそろ、ミニニュースを見てこう。有意義になりました。どうもどうも。ミニニュースをお伝えします。お願いします。本日未明、お、クジラを海へ。が打ち上げられているのを、ゆうきさんが発見しました。あれよね、ちょっと前にさ、なんか、ゆうきさんが、どっかの、川に迷い込んどったクジラ、結局、海に返すこと成功せんかったんよね。まあ、成功せんかったっていうか、人の手を加えることはできんみたいなこと言ったけど、結局、無事に帰れんかったんやろ？悲しい。なんか、クジラの後にもなんか言わんかった？また違うものが迷い込んだみたいな。あれは同じとこ？違うとこ？あれどこ？大阪？全然違うかもしれんけど。お父さん、お母さん、うちは元気にやってます。でも処理って言ってもすごい大変そうよね、ああいうの。はい、ほっとくわけにもいかんやろうし。めっちゃ匂いしてくるみたいなことをツイッターで見たもん。ありがとう。さあ、そして募金を、あ、やっぱり前回はあれやね、あの日付を合わせてしまったけんダメやったんやね。ちゃんと募金あった、よかったよかった。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。私がトモコロに帰ってくるまでの間はみんな募金を徴収されずに済んだわけやね。はい、そして、一軒家。ガイタンくん。お呼び出しをします。何？誰かと喧嘩？今、和やかな雰囲気やったけど。仲直りしてくださいまし。じゃあ、このイライラを沈めてください。ガイタンくん、めちゃくちゃ前からおる気がするけど、あれなんやね。全然出てないんやね。はい、ゼリーとかどうですか？はいはい。どうすか？すごく美味しかった。あ、よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。髪色がかわいい。二組目は大丈夫かな？どう？こちらこそごめんなさい。あ、よかったー。よかったー。次も許しませんやったらどうしようかと。あれ、許されんかったん誰やった？てっちゃんやった？違うかな？ありがとうございます。他の人？仲直りできました。うんうん。女の子やったんかな？お礼にこれもあげます。なんでしょう？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。人生は終わりがあるからこそ楽しいんですよね。でも嫌だ。終わった後は一体どうなるんだって、やっぱ人生で一回は考えたことあるよね。あるよね。だって今までの人生ずっとね、こう自分として生きてきて、やのに、終わったらこの意識はどこに行くんだとかめっちゃ思わん？何？誰？どうした？ちょっと来てもらえますか？はいはい、何でしょうか？あれ？コモちゃん、一人前に成長しました。コモカちゃん、かわいい。この子の成長のために、旅に立つか、あれよ、喧嘩しよる場合じゃないよ、ともちゃん。どちらがこの子のためになるでしょうか？子供の一大事の時に。今は旅に立て、一人立ちさせるのは少し。はい。とりあえずまだ保留中ということで。じゃあラスト一人ぐらい。もやもや今日誰も行ってないんかな。それじゃあ。
ペットくん。お。え、入れなかった。あ、出ていくのか？出てった。出てった。よし、それじゃあ入ります。大丈夫？お邪魔はしてなかった今。僕たちに興味なくなったんですか？そんなことないよ。だからこうやって復活したんだよ。新しいインテリアが欲しいです。あ、まあね、さすがにね。もう1ヶ月以上、1ヶ月ぐらい？ちょうど1ヶ月ぐらいか、経っとるもんな。あ、ちなみに撮影したのは1月24日なんやけど、この動画がいつ上がっとるかは知らないけども。自転車スタイル、飼育ケース、シンプル。黄色い壁。自転車スタイルにしよう。どうぞ。一気に男の子って感じの部屋に。なかなかいい部屋ですね。そう、よかったよかった。ところで部屋も見ていきますか。あ、みゆちゃん恋人やん。私やっぱりめっちゃ邪魔しとったんじゃない？大丈夫？追い返してしまった？見ていきます。どうすか？自転車いっぱい。3台ある。使い分けるんかな、こういうの。自転車なんか1台しか持ってないけど。でもあれやな、電動機付き自転車やっけ？まあ、電動自転車。いい部屋ですね。欲しいなって思うよね。楽そうやん。坂道とか。そんなに坂道もないけど。その辺に。これはいいですね。いい？気に入ってくれた？大事にします。ぜひぜひ。お、レベルアップ。ってことで、ゴルフクラブ。どうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。男の子っぽいものがたくさん。この間、テレビで見たホラー映画が、未だに怖いです。ホラー映画。ホラー映画はそんなにみんな。でもなんか、なんやった、なんやっけ、私めちゃくちゃ好きなホラー映画がね、あるんやけど、名前忘れたな。ファイナルデッドコースター？え、そんな名前やったっけ？あのシリーズめちゃくちゃ好きなんよね。面白くって。面白いって言っていいんかわからんけど。まあ、ホラーとして面白くって私は好きなんやけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれだな、やっぱ全然ハートが出んね。そろそろ出てくれていいと思うんやけどな。ね。